ボートレースで言えば勝負がけとなる今日という一日、いつもより人多いんですよ。何人ぐらいですかね、まあ、200はいいのかなっていうぐらいなんで、まあほんまにまずは抽選ですね。抽選でいい番号引いて、あの狙い台はあるんで、狙い台っていうか、まあ、リゼロなんですけどリゼロ打っちゃいんで。ありがとうございます。帰ろう。ありがとうございました。おはようございます。まあ空いてるわけはないんですけど、一応リゼロの前は通ろう。マナーとして変更がかかってたっぽい。セット完了って出てましたね。凱旋かな、このいいとこ行きますか。まあ、サラバンとか言うてもあったんですけど、サラバンとかも空いてないか。で、多分絆も空いてないんで、まあ、前回強かった、良さげやった番長3とか行くか、まあ、ゴッド系行くかの2択やったんで、番号も悪かったんで、ゴッドから行こうということで、前々日、なんかちょっと回数ついてるけど、まあ、これはまあいいでしょ、女は。この台で勝負します。さあ始まりました、スロエット、シーズン6、6回目ということで、今回で、まあ、シーズン6が終わるとともに、もしかしたら、まあ、いろんな理由が重なりまして、最終回かもしれないということで、まあ、シーズン6ってことなんで、半年をかける6回ってことなんで、約3年間、3年間にわたってスロエットやってまいりました。もともとこれジャンバリ .tv 入る前からの体重を考えると約10キロ太ったと、ジャンバリ入ってなんで、それを痩せようということで、まあ、80からスタートしたわけでございますが、まあ、気づけばあれよあれよと、3年ちょいの間に、増ということで、まあ、今現在というか、まあ、前回ですね、体重が 85.3、 まあこればっかりはどげんかせんといかんということで、私約1ヶ月ぐらい前回の収録から空きました。頑張りました。これほんまに結構いろんな人にあれ痩せましたよねって言われるぐらい痩せたんですけど、体重測った思ったより痩せてなかった、声の量と比例してなかった部分はあるんですけど、まあでもそんだけこうちょっと頑張らななと思い始めた矢先に終わるということで、まあ人生ってこううまいことかみ合わんなというような今回でございますが、最終回ということなんで、前回まで2671枚でマイナスのままだと、登山プラスこのグラビア撮影もどれまでできるか分かんないっていうね、あれはありますけれども、まあ、とりあえずマイナスの場合は、登山してなんかせなあかんと。で、まあ、ゼロからプラス9999枚の間はシンプルに登山するだけと。なんで、まあ、目指そう、もうここっす。もうここ目指そうと。まあ、今日1万2000枚ぐらい出るか、片腕切り落として5000枚ぐらいプラスにするかの2択やと思ってるんで、まあ、でも、ちょっと片腕は、ね、今後の仕事の影響も考えると、なかなかや、ね、一歩勇気は出んなと思ってるんで、なんとか、こう、出玉でね、バンと出てくれるのが一番いいかなと思っておりますんで、まあ、精一杯頑張っていきたいなということで、まあ、本当に最後の最後になるかもしれない、スロエットでございますんで、なんとか、出玉で有終の美を飾れるように頑張っていきたいなと思います。アミューズで結果にコミット、最後なんでマジで頑張ります。
さあそれではミリオンゴッド神々の凱旋打っていきます。一発は引こうゴッド。おっと来い。あ、行った、当たった。え、95。なんかすんなり当たった。斜め来たらしか引いてないです。リップさん、なんかすんなり当たったな。265。どうせ単発やと思いますが、見てくれ。なあそれ、なあそれ、いたってことっすよね。ループ取ったってこと、なんか分からんけど。ラッキー2連目。605枚。いいよ。なんかようわからんけどめっちゃ連チャンする。たまに来るあれ、来い。赤棚あるかも。あー、ない。追加通し、天国行かせんかったな。まあ最終戦ということで気合だけは十分、かなり意気込んでましたけど、気づけば投手も3枚目と。で、まもなく650なんで、もう当たるとこまで行こうかなと思ってます。まあ地獄の展開になるような気もせんこともないけれども、当たってるっしょ。799。よーし、追加投手、総投手26。いや、ギリギリ耐えた。360枚。純増は素敵。もうやらされん。さあ来い。V00。あ、これキネラ3連の分かな。当たってますよね。あれ、当たってないぞ。天国かな。 VHV 当たれ当たれ。頼むぞ。とりあえずまずは26本マクロ。
よし、43ゲームしろ。早かった、初当たり。589枚。何にも起こらんかった。今んところまあいい空き台はないっすね。もうバラエティーコーナーですらやっぱこの状況なんでほぼ満台みたいな。800ハマったんでいいね、買って行かれるとちょっと微妙な部分もありますけど、いかんせん空き台がないということで、まあ、厳密になくはないんですけど、まあ、A タイプの履歴微妙な C2 とかなんかちょっとこれに移動すんのは何もないぞと。ロマンもなければ設定もなさそうな台しかないんで、ちょっとそれはなかなかきついなということで、また凱旋続行。ただまあいい台が開けば、まあ、ここから見えてる範囲の良さそうな凱旋たちもありますから、いい台が開けばすぐ移動します。さあ最後のダイエットパートということで、何ですか今日は。前回のダイエット覚えてますかね。もう嫌や、炭酸飲まされたやつや。前々回覚えてますか。青汁飲まされたやつや。うわこれアホなやつや。うわ分かってもた。うわ溜まってもうてるやん。ほらもう炭酸青汁よう混ぜれへんから、炭酸やから。今日はもうさすがに全部飲むまで。これ全部は無理ですって。片方ずつで無理やったのに。最後なんで。あ、きっつ。やっぱ全部グビッと。汚いまであるもんこれ。あ、もう最悪やもう。ほら変な混ぜ方するから。開けて渡すとかあるでしょうよ。そうね、こんなびちゃびちゃ車びちゃびちゃになりますやん。じゃあもう。なんでこんな気使わなあかんねん。もう最悪や。もうめっちゃ散ってるし飛んできてるし。あちょもうほんまに。あもう最悪。はい、ということで切ったんな。ちょこの周りとかやばいっしょよ。何よこれ、魔女が作るやつじゃないですか。切ったんな。うーわくさ。見えるかな、ずーっとね泡がね上に上がってきてるんですよ。多分気づけば炭酸抜けると思いますけど。あもう最悪。いただきます。くっさくっさ、なにこれ、まずっ。あ、くっさ。くっさ。あ、これはほんまにやばい。いやーこれはほんまに臭い。これはほんま、今まで生きてきた中でほんま一番臭い。これ虫食ってる方がほんまにマシ。虫の方がまだうまい。くっさ。くっさ、お風呂場食べてるみたい。お風呂場。お風呂場そのまま食べてるみたいな感じ。ギュッとして。やっぱやっとわかりますわ、みんな。これはほんまに臭い。飲ませましょうか、じゃあスタッフ。え？スタッフに飲ませましょう。いや、これ飲めるんならほんまに、絶対。人によってはうまいって言うかな。
ないでしょ。これはほんまに臭い。ちょっとずつ飲みますわ。全部は多分無理です。全部は無理なんですけど、半分とまで目指すとも、もうちょっと頑張って飲むんで、時間をかけて、ちょっと今はこのぐらいで勘弁してください。すいません。まあもう全部は食べれないです、青汁のせいで。ほんまに餃子2個とお米ちょっと食べるだけにしときます。ごちそうさまでした。あげました、横の人に。大体あげました。まあ、もうちょっとしか食べてないんで、スタミナは難しい、心配ですけど、まあ、この後も頑張ります。お、いいね、来たな、3連4はない。うわー、惜しい。誰も当たってくれ。213、73連からなんとか持ちメダルで当選。さあ、ゼロ来い。頼め。よし、さあ来た、絶好のチャンス。VS ならどれでもいい。それ以外は全然いらん、全くいらん。鏡、あ、 S 頼む。あー、鏡ないよね。 V、 あー、あかん。それと3が良かった。7あるよ。7、あっか、7ある。頼む、7 S S なんも押しないなんにも押しない。かすりもせんかったっす。テンパイとかはせえよ。314枚。237、これはいい当たり。まあ、レア役ちょこちょこっと引きましたけど、天国当たってみたいな、天国上がってみたいな感じはなさそうに見えたけど、さあ4、来い。よーし、もう一丁。よーし、まだまだ行こう。よーしゃ、
もっと来い。あーかん。いやでもすごい嬉しい。3つ乗りましたね。維持で、維持だけで乗せました。ちょっと途中まで70枚とかしか取ってなかったんですけど、50ゲームぐらいまでこんな出ましたね。素晴らしい。3つあると、うおー、ゼウスステージブルブルってきた。お、リップ4ほい、あ、来た、いいね、リップ5、まだリップ来い。あ、左、左ファーストよ。斜め切らない、選んで、とりあえずリプレイ、とりあえずリプレイ、いいね、リプレイ。あ、まだわからん、 V、 あー、でもリプレイ最高。あ、またリプレイちゃうこれ。まだ行こう。あー、とりあえず1個、まあ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 、まだいますから。さあ、仕留めるぞ。やっぱ V7S どれか、どれか引かんと話ならんよ。7、あかん、4-5-3でよかったのに。 VS5、 5はいらん。おー、ばっかりやな。さあ、7いる、7か S 頼む。もう3か1いな、5、赤、なんか惜しいわー、もう。これが最後かな。来い、頼むぞー、鏡、鏡、赤、 V、 1/3、もう、鏡、まず鏡、そして鏡、あかん、5はいらん。1か3、いやー、決まらんなー。7、7、赤、鏡なしかー。エース、すげー中途半端なー。いやー、 G ストップ3つやって上乗せ1個かー、渋い。うわ、そうきたか、ついに来ましたか。まあ何か、何か揃うでしょ。できればここ7がいいな。頼むぞ、来い。くっそー、完全にいったと思った、何の根拠もないけど。ムカつくなー。とりあえずこれで投資分は回収できましたと。1300枚突破、一時はどうなることかと思いましたが、なんとかまくった。まくりゃいいってもんじゃない。あと1500枚、2000枚ちょいぐらい出さなあかん。5セット1432枚、
何かの間違いでまだ色あかんか。おー、まだいた。6セット目すごい。7きた。マジか。7きた。ありがとうございます。ワウ鳴らしてきました。よっしゃー。ここで日頃の行いです。これはうわー、たまらん。これでまあ結構大幅にプラスへと持っていけると。さあ来た大チャンス、キアナ4連。さあ5連目頼む。分からんぞ。よし、もう行くぞ。あかん。よしよしよし、でも素晴らしい。なんか凱旋って一撃でバーンと出ても、まあ、3、4千枚が頭打ちというか、ね、そんな気もしてしまいますけど、こっからもう一暴れできればロープウェイまで見える。外れ。太陽の戦車で外れ。これ乗るの？あ、乗る。そら乗るよね。気持ちいいなこれ。よーし、いいよ。一歩ずつ行こう。一歩ずつじわじわとセット数増やしてますよ。地味に地味に。10セット終了、3116枚。ちょ、1回だけキナナくれ、頼む。1回くれ。4000超えたい。1回くれ。よし、4000枚突破。これで13セット終了、4031枚。見えてた分はここまでですけど、いる可能性もある。鏡欲しかったな、せめて。多分ですけど、前回までの総収支がマイナス2600600枚ちょいぐらいですよね。まくったんすよ。で、万枚目指すとかちょっと偉そうな口叩いてました。確かにロープウェイ乗りてえとか言ってましたけど、現実問題ここが引き際なんじゃないかなと。いや勝ったよ。あんななんかズブズブな展開から4000枚出ましたから、ここが今日のピークでしょ。やめます。お疲れ様でした。最終戦終了いたしまして、またまたちょっとぶっこ抜いてしまいましたね。
これで多分実戦トータル今シーズンプラスになったんじゃないかなということで、投資が1300枚に対して回収が4010何枚とかやったんで、プラスの2715枚ということで、もうねこの2793枚のマイナスから始まった実戦もここに来てようやくプラス行きということで、まあ大事なのはここなんですよ。これで、その体重も込みでまくったということで、まあまくったというか、まあ測ってないんで、まあ多分まくったということで、これで測ってみて体重がちょっと詳しく計算してないですけど、多分 100g 多かっただけでアウトっすね。100g 多かっただけでアウトなんで、多かったらほんまにちょっと血抜きますどっかで、はい。全部込み込みでなんとか浮いたと思ってやめたんで、これで浮いてないとか考えられないんでね、多分大丈夫だと思います。はい、測ります。さあ頼むぞ。何キロでしたっけ、何キロ。853より 100g でも重たかったアウト。ということで、見事 84.4 キロでしたんで、プラスの944枚、まあここから考えると約8000枚ぐらい戻したということで素晴らしい。これが、スロエット歴3年目の実力でございます。やっぱ結局最後調整していきますから。だからこれ何回も言ってますけど、オフシーズンですからね、太ってんのは。オンシーズン中はなんとか調整して戻してますから。ということで、見事にプラスいったんですが、0から9999の場合はここシンプルに登山ということで、まあこればっかりはね、あのロープウェイ途中まで狙ってましたけど、まあこればっかりは、これで良かったんじゃないかなというような感じで、これにてスロエットシーズン6最終戦終了でございます。なおかつ、まあ、次がこういつやるかどうか、はたまた実際やるのかどうかすら決まっておりませんので、今後どうなるか分かりませんが、皆様のおかげで今までやってこれましたんで、またあのスロエットなくなっても、 あんま太らないようにはしたいなと思っております。お付き合いありがとうございました。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。